食べたいと思います。よーし、パッ、はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで本日はレンチ飯、ちょっと時間がない。そして久々に札幌一番塩ラーメン2玉でございます。ありがとうございます。最近2玉食べなくなったんですかって言われましたけど、言われたコメントがあったんですけども、器がなかったのと2玉もいらなかったんですけど、ちょっとあのご飯は今日少ないので2玉にさせていただきました。というわけでいただきます。鍋直でいただきます。時間がない時の鍋直は最高だ。洗い物が少ないっていうのが一番いいよね。これはうまいね。メガネも凍るうまさ。凍ってないわ、曇ってんね。で、なめたけでいきます、とりあえずね。あこ、何も見えねえ。何も見えない。メガネかけたら何も見えねえ。なめたけいこう。あんま見えてないけど、これぐらいでいいか。もうちょいか。よし。ピントや、これ。ピントが本当に知らんでよな。昔をしがみすぎでしょう。こんな感じです。いただきます。ご飯はね、いちごちょっとぐらいでしょ。1.5 個もないでしょ。うん。うん、と仕事が入ったけど、とりあえずちょっと待ってもらってます。飯食おう。うん、もうあったかいご飯に冷たい鍋だけ最高。今1時5分前なんですけど、1時半からの仕事かなと思ったんだよね。1時になっちゃった。頑張ろう。うめ、ラーメンはさすがにね、待てねえ置いていけねえ。仕事終わってから食うことができひんもん。イメージです。うん、昨日言ってたあの卵半額で6個250円だったです。これいきますわ。これとかつお節うんで醤油。さすがにちょっとお客さんも待たせておけないんでね、レッサーパンダ待たせられないんで急いで食いましょう。もうこれでも飲めますから、噛まなくて済みます。混ぜよう。よいしょ。混ぜながら食うっていう人もいるよね。確かに。ちょっとこれもうちょっとあったかいとこか。うん、うん、まあ、ちょっと卵かけご飯はまりだしてきてるかも、うん、
でもこのツルツル感は嫌やてん、うまい。こないだとなめたけ、卵かけ、かつお節ご飯食べてから、ちょっと食いたい衝動、あとちょっといい卵やったからね。うん。どんどん麺が、汁を吸っていくこの量だから。卵も入っとくからね。スープがどんどんなくなる。あ、うめえ。でもうめえ。なめたけと卵合うね。うん、うまうん。あ、でも大丈夫や。時間通りいけそうやな。1時か1時半かの俺の間違いやから、まだ1時になってないんで。作ってる最中に麺投入して、そこやって入れてる。うん。もう食べ始めてたしね。全然急げる。うっかりしてたな。俺の感じだよ。1時と1時半を勘違いしてた。うん。なんでこんな日に限ってこんな熱々の二玉にしたねん、俺は。一玉やったら余裕で割っとったのに。全然食えるし美味しいんやけど。急がないとってなるとね。地獄だ。痛い、口が。汁はもう。全部吸いましたね。吸ってもうた。頑張ろう。頑張って働こう。うまかったです。つけとかな、いろいろこういうの忘れてから。とやけ、今日ノイズが入ってたらちょっとわかりませんけども。本日はちょっと急ぎでしたが、卵かけ、なめたけご飯と、
札幌一番塩ラーメン2玉でございました。ごちそうさまでした。皆様良い休日をお過ごしくださいませ。こうなって